冷たい雨だね。お昼だけど、こう寒い雨だと出かける気力もないし、家で昼飲みするか。何があるかな、何があるかな、何があるかな。ビールね。ソーセージ食べたい、ソーセージ食べたい、ソーセージ食べたい、ソーセージ食べたい。Crazy. It's crazy. You are crazy.チョリーズ、チョリーズ、なんでなんでジェラーチーズ、ベロリン、焼きにブラックペッパー、よし、ソーセージ2種のチーズまみれ。はい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 、ふい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 、よいしょ、おいしょ、くー、まあ、ビルまでございますけれども、平日の昼間からやっちゃう、けでは、歌わんね。ああ、これは聞くね。ああ、では。チョリソー風のチーズまみれの、あ、チョリソー風のチーズまみれあります。どれどれ、熱そう。これはうまっ。まさにウインナーだわ。うん。まさにウインナー。ウインナー。勝利。ウインナー。これだけ食べちゃう。うまっ。うわっ。うわっ。むしろうまいじゃん。焦げた、焼けたところがむしろうまいじゃん。これいいや。チーズ子さんだよこれ。いいよチーズ子さん。いいよチーズ子さん。もっとソーセージにこんなにまみれちゃって。いい実子さん、うん、もう11月でしょ。寒いね。皆さんのところは暖房器具とかどうされてますか？うちはね、蓄熱暖房機、これを使ってるんですけど、まだつけてないですよ。つけるとこういうとここんなの置けないんですけどね。これつけちゃうと電気代が爆上がりするらしいんで、
ギリギリまで使わないって言ってましたけどね。なので今このちっちゃいオイルヒーターを代わりにつけて、あとはおこたですね。おこた、おこだよ、おこ、おこだよ、プンプン、おこだよ。あ、すいません。謎の怪奇現象出るんですよね、この部屋。なんか例のうなり声が。山々は関節だしね。冬ですわ。冬が始まるよ。なな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 。なこんなんあった。焼いて美味しい絹厚揚げ。ちょ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 い。かな。あ、いいねいいねいいね。あ、ちゃ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 。動画で永遠しちゃった。近頃私たちはいい感じ。あららららあららとね。悪いわね。ありがとうね。本当に悪いわね。はい、はい、め。ああ。厚揚げ。焼き。でもって。やたや。磯五郎さん。セブンスパイスと師匠。中身ハウスなんだけどね。いや、なことないです。なことない。うまい。焼きを入れたことによって、この表面のね、揚げ感がカリッと増して、そこに、生姜醤油とシャキシャキネギのハーモニー。ああ、うん、まあ、やべ、昼だから一本にしとこうと思ったのに進んじまったな。あ、ネギの辛みがいいじゃないの。ピリッとネギの辛みちゃんが。奥さん。奥さん。奥さんは、絹のように、滑らかな、ものと、木綿のようにザラザラしたものと、どちらが好きですか？どちらを触っていたいですか？お豆腐ですよ。お豆腐の話ですよ。ああ。やっぱ一番絞りってうめえよな。言うてよ。言うてよ。一番絞りってうめえよな。
回っちゃう。回って回って回って回る。飲んで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 回って回って回って回る。うん、さてそろそろ締めるか。はい、締めはこちらです。緑のたぬきちゃん、緊張になってきちゃった。ふいでもって今回はここにもとろけるスライスインチデッツ。どうよ、どうなんよこれは。私も初めてでございますよこれ。よいしょ、アイロン夜間アイロン。私も初めての試みでございますね。緑のタヌキとはよく言ったね。グリーン、グリーン、グリーン、タ、グリーン、フォックスはキツネ、キャットは猫、ドッグは犬、アライグマ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 、ラスカル、ラスカルかな、グリーンラスカルかな。はい、オープンザチーズイン、グリーンラスカール。はは、来た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 。来たよ。どうなのどうなの、どうなのよ、どうなのよ、どうなの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 よ。うわー、来たー。ちょっと行ってみるでやんす、行ってみるでやんす。そうきた。ほう、どうでしょう。でこのかき揚げのとこもちょっといってみます。かき揚げのとこ、これマジやんなくていいです。全然やんなくていいやつですね。普通に食べた方が100倍美味しい。ああ、全然やんなくていいやつ。
でもやんなくていいってのが分かったから、ある意味成功ですよね。ね。美味しいけどね。普通に美味しいです。うん。ただチーズはいらないよってだけの話。普通に美味しい。ヒューヒュー言っちゃった。幸せならケツ叩こう、パンパン。幸せならケツ叩こう、パン。